Axel.net. Axel.net. Axel.net.net. こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト号外。サイトワールド2013特集第2回をお送りします。中根です。2013年11月1日から3日にかけて東京都内で開催された視覚障害者向け総合イベント、サイトワールド2013でのインタビューの模様をお送りしているこのサイトワールド2013特集ですけれども、第2回となる今回は、テクノツール株式会社、そして KGS 株式会社へのインタビューの模様をお送りします。まず、肢体不自由者向け、そして視覚障害者向けの製品を開発、販売しているテクノツールですけれども、今回は視覚障害者向けのウェブブラウザー、スマートブラウザーリーダー USB について、そして現在開発中だというキーシートという Windows タブレットを対象とした入力のための仕組み、これについて主に伺っています。そして展示編集システムについても伺っています。KGS ですけれども、こちらは展示ディスプレイや展示ディスプレイのためのセルの開発、そして販売を手掛けていますけれども、今回は新製品のブレールメモスマート16について主に伺っています。そして現在開発が進められているというブレールメモスマートの40セルバージョン、40マスのバージョンですね。これについてもお話を伺っています。それではテクノツールの大金さん、そして KGS の坂本さんへのインタビューの模様を続けてお聞きください。サイトワールド2013テクノツールさんのブースにお邪魔しています。テクノツールの大金さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず今回の出展内容を簡単に説明していただけますか。はい、テクノツールのブースではスマートブラウザーリーダー USB という音声ブラウザーと、それからキーシートという、まだ、研究開発中のものなんですけど、Windows タブレットのふりとしてキー操作をしていただくというゴム製のキーボードの、試作を展示しています。まずじゃあそのスマートブラウザーリーダー USB ですね、はい、こちらについて、まあ、知ってる人もいるんじゃないかという気はしますが、簡単に、どんな製品か説明していただけますか。はい、スマートブラウザーリーダー USB は、通常はパソコンにインストールをして音声でインターネットを利用していただくというのが通常だと思うんですけども、スマートブラウザーリーダー USB は USB の中に音声機能も含めて全ての機能が収まっています。ですので例えば外出先のホテルのパソコンですとか、それからネットカフェのパソコンのにですね、USB を挿していただいて、USB のその中のプログラムを起動することで、インストールをしないでも音声でインターネットを楽しんでいただくというのが、ということをすることができます。なるほど。これはあれですか、そのブラウザーの部分は例えば、インターネットエクスプローラーなりなんなりのエンジンを使っているような感じなんですか、それともそこの部分も独自なんですか。ですね、中のプログラムを起動すると音声ソフトと、それからインターネットエクスプローラーが自動的に起動します。あ、なるほど、はい、はい、なので、インターネットエクスプローラーが起動するとあとはもうキーボード操作だけで読み上げの操作ができるようになっています。あ、じゃあ、基本的にはじゃあ IE に対応しているサイトであれば、まあ、もちろん、作られ方にもよるけれども、うん、はい、問題なく使えることが期待できると、はい、そうですいうことですね。はい、で、これはじゃあその、例えばさっきおっしゃったようなホテルだったりとか、まあ、ネットカフェでも何でもいいんですが、そういうパソコンで使おうと思ったときに、はい、インストールが必要ないってことは特に管理者権限とかなくても、使えるっていうふうに考えて大丈夫ですか。あ、はい、管理者権限がなくても使えます。なるほど、はい、じゃあまあ本当に、まあ、よっぽどセキュリティ的に何か細工がしてあったりとかじゃなければ、まあ、大体のパソコンで使えるような感じなんですね。はい、これ対応している環境っていうのは例えば OS もそうですし、あとその、やはりその音声を使うということで多少その、プロセッサーのリソースも必要だと思うんですが、CPU 速度とかその辺推奨環境っていうのは何かあるんでしょうか。はい、今対応している OS が、はい、Windows XP Vista 7です。で、インターネットエクスプローラーは IE8 と9に対応しています。ははは。CPU は基本的にはその OS が動く環境であれば、うん、まあ、
ほとんど問題なく使える。ははで、メモリーも、XP は1ギガ以上で、はい、Vista 7は2ギガ以上ということになってますけども、はい、まあ、通常あの、まあ、普通に利用されているような環境であれば、あの動くようになっています。今後、まあ例えば、Windows 8とか、まあ、8.1 もなんか最近ついに出ちゃいましたけれども、はい、とか IE の新しいバージョンとかそういった方向への対応というのも進めていかれる予定ですか？はい、今ですね、大変ちょっと申し訳ないんですけども、現状では Windows 7までの対応なんですが、はいはい、今後その Windows 8とかに対応していけるように今、作業を進めているなるほど、はい、機能的な面で、はい、ウェブサイトをスムーズにこう移動したりとか欲しい情報を探すための機能としてはどんなものがありますか？はい、主にですね、おまかせ頭出し機能というのと、うんうん、それからしおり機能、マクロ機能というのがあります。おまかせ頭出し機能というのは、まあ、各ページいろんな先頭の部分にリンクがあったり、広告があったりといったようなものがあるんですが、まあ、それを自動本部にたどり着くまでに時間がかかることがあります。そこでですね、例えば、本文へジャンプリンクがあればそれを利用してジャンプしたり、もしなければ例えば、タイトルと見出しが同じ場所を探してジャンプしたり、それから最終的には60文字以上の塊を探してジャンプしたりといったような形で、なるべく本文にジャンプするという機能を持たせています。なるほど、タイトルと同じテキストがあればそれは見出し1だろうとか、はい、60文字以上の塊が見つかった最初に見つかればそれが最初の段落だろうという、はい、そうですね、はい、なるほど。あとはあのしおり機能というのがありまして、はい、利用者の方が、まあ、ここでちょっとマークをつけておきたい、あとでここにジャンプしたいといった時にしおりという機能を用いて、そこの場所を覚えておくことができます。しおり機能は、後でそのページを開いても場所を覚えていますので、すぐにそのしおりをつけた場所にジャンプして読み上げるということができるようになっています。それは例えばこう出先のパソコンでつけたしおりを家に持って帰って読み直すということもできるんですか？はい、しおりの情報はすべて USB の中に保存されますので、場所を移動しても同じ場所でしおりを利用していただく。それはありがたい、便利です。あともう一つ大きくマクロ機能がというものがありまして、あるページを開いて必ずあの読みたいところに行くときに、見出しジャンプを3回やって下矢印キーを3回押すといったような操作をする場合があると思うんですけど、あ、なるほど、なるほど、それをですねマクロに登録して自動的に実行してしまう。なるほど、これは便利、うん、ありがとうございます。ヤフーニュースのここは読みたいっていうのをセットしとけばいつも読んでくれる。はい、そうです。これあれですか、操作体系としてはなんか似たような他の例えばスクリーンリーダーでも他のソフトでもいいんですけど、なんか似たものってのはあるんですか？基本的には、まあ、矢印キーとタブキーとエンターで動くというような、はい、あの仕組みになっています。はい、もう一つ点キーモードという操作モードを用意していまして、点キーで操作をするというモードがあります。それはあのホームページリーダーとか、はい、あのその辺の操作にあのと同じような感覚で操作をしていただくことが可能です。まあ、確かに、ね、ホームページリーダーなき後どうするかっていう人たちが多いのは現状だと思うの で、 そうですね、ホームページリーダーの操作感が残っているものだと使いやすいって人はそれなりにいるでしょうから ね、 そうですね、うん、通常モードですと上下で、両移動するんですけども、うん、点キーモードに変えますと左右矢印キーであの両移動していくというような操作に変わります。なるほど。うーん、じゃあ次にその、キーシートについてちょっと簡単に教えていただけますか？はい、キーシート、なんですけども、はい、こちらは、ゴムの、ゴムのキーボードの形をしたゴムのシートを、はい、タブレットのタッチパネルの上に乗せて、はい、文字を入力していただくというものになっています。でこちら、タブレットは Windows 8のタブレットでして、はい、その Windows 8のタブレットのに専用のキーボードアプリを入れて常にキーボードが前面に出てくるようになっています。なるほど。でキーボード前面に出てるんですけども、そのキーボードの後ろには通常の Windows が走っていますので、はい、メモ帳とかスタート画面ですとかあの通常のアプリケーションを使っていただくことが可能です。
タブレットを、はい、あの通常触っていただくと、まあ、ツルツルしてて、はい、あのどこ触っていいかわからないと、はい、というような状況になっているんですが、うん、このタブレットの上にこの P シートをかぶせて、うん、乗せていただきますと、うん、P シートの上のキーボードの四角いところの突起を押していただきますと、うん、文字の入力ができるようになっています、うん、さあ4、5とか言ってますね、ちっちゃい声で、うん、これはじゃあその特定のハードウェア向けというわけではなくて、そのアプリが動かしてあれば大丈夫って感じなんですかね。はい、そうですね。あのただ大きさが10インチの大きさで今作ってます、ね。あ、なるほどなるほど。大きさを10インチにしてのものを使っていただければあの大丈夫です。なるほど。そうするとじゃあまあ、例えばその画面のこの辺に置けば、大丈夫とかそういうような感じになるんですかね。そうですね。今まだ試作段階ですので、はい、なんですけども、あの置いたら自動的にそのキーボードアプリが認識してキーの位置を調整してくれると機能をつける予定です。それ もしそれができたら別に10インチでこだわる必要もあんまりない感じになるんですかね。あ、10インチ以上であれば問題、そう、そうですよね。ちっちゃくなっちゃうと確かにあれですけど、はい、今僕が使っているのが、パナソニックのコンバーチブルのやつで、はい、あれなんだ、11インチかな、10インチかな、 あるんですけど、はい、一応タブレットモードもあるんですが、はい、まあまあ使わないですよね現状ではね。でもこういうものが出てくるとまあね、本当にちょっと入力すればいい時だけとかだったら、これをペラッとその時だけ置けばいいわけだから、それはすごく便利な気がしますね。置いただけでかつ早くなりそうですからね、入力自体はね。なるほど。でこれは、まあ、まだ研究開発中ということですけれども、いつ頃の発売を目指してますか。そうですね、まあ、なるべく早く出したいと思うんですけれども、はい、まあ来年がもう少しかかるかもしれないです。なるほど、はい、じゃあ運がいいと来年のサイトワールドあたりで最終製品製品化直前バージョンかなんか見られるかもしれないってな、頑張りたいと思いますまあでもあれですよね、来年ここに来ればまたちょっと詳しくどんな感じになってるかは分かりますよね、はい、きっとね。でもこれ確かにね、本当に用途によってはすごくいい使い出のある、ツールになりそうですね。ということでじゃあ今回出展はまあこの2点が、目玉ということですけれども、はい、他になんかテクノツールさんの、製品とかサービスとかで PR したいものがあれば、まあ、弊社ではこれの他に展示編集システム、ああそうか、はい、出しています。まあ、今展示編集システム6なんですけども、で、まあ、今後も継続的に開発をしていきますので、ぜひよろしくお願いします。これ結構それこそ古いパソコンを使っていて、はい、まあ、昔無料だった頃のものを入れてた人たちがパソコンの買い替えに伴ってどうしていいか分かんなくなってるっていうケースを時々耳にするんですけれども、まあ、一番こうあれですよね、その操作性とかも含めて移行先としては移行しやすいのがこの展示編集システムっていう感じですよね、多分ね。そうですね、昔の Windows と、まあ、ほぼ同じ操作性で、はい、利用していただけます。今、OS はこれは7までですか。Windows 8に対応。ああ、なるほど。だとするともう本当に乗り換え先としては一番、Windows 使ってた人たちはにとっては一番こう有望という感じになるわけですね。そうですね、はい、展示編集システム4を利用して、今まだ利用している方がいらっしゃると思うんですけども、無償で展示編集システム 5.5 にアップデートできますので、もし4をお使いの方がいらっしゃいましたら、ホームページダウンロードしていただければ 5.5 にアップデートできます。なるほど、はい、テクノツールの大金さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。サイトワールド2013、KGS さんのブースに、お邪魔しています。説明してくださるのは坂本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、これ目の前にあるのは新しいブレールメモスマート16、はい、ですね、はい、じゃあ簡単にちょっと特徴を説明していただけますかね。そうですね、ブレールメモスマートは、はい、今までのブレールメモシリーズというのは、展示ベースで、情報を管理するような作りになってました。ですけども、今回のブレールメモスマートからは、展示の編集機能も、まあ、もちろんあるんですけども、基本的にはテキストベースで情報を管理するような
風に、変わっていますっていうのが、今までと大きな違いだと思います、はい、漢字かなまじりの文章を、まあ、点字入力で作っていくような作りになってます、うん、あとは予定帳とかアクセサリーとかも今までのブレールメモのようにあるんですけども、これらは全部そのテキストベースで管理をしていく。あ、なるほど。じゃあその辺のユーティリティ類も基本的には全部点字じゃなくて、漢字かなまじり文で入力するっていう前提なんです。そうですね。なるほどなるほど、はい、もしかしたら Google カレンダーとかと連携できたりするとか。あ、今はちょっとねそこまではできていなくて、はい、まあ、これね、まあ残念なところというかネットワークに直接つながらないのでまだそこまでのことはできていません。そうですね、まあ、将来的にはねそういうカレンダー系のサービスとか、とかあとやれればいいなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと直接つながらないので難しい面もあるかもしれませんね。去年の、サイトワールドで出てたモックアップだ と、はい、なんか優先LANのポートがありましたね。あったけどこれはないんですね、はい、最終的には。最終的には実質上その優先LANを使うアプリを入れることができなかったので、 ありません。はい、これはちょっといちいち押しちゃってすみません。なんか、じゃあテキストを書けるようにした方がいいですよね。タイトル、リスト、分割を移動したいウィンドウを選択してください。 1DM スマートメインウィンドウ、2テキスト編集ウィンドウ、 SDA タイトル、テキスト編集ウィンドウ、 SDMEMORI 直接文字入力の変換オフ、日本語オン、一応日本語はオンにしたんですけど、これで、かな点字で書いて、スペースキーで変換をすると詳細読みが点字と音声で表示されて書ける状態です。今日の妙なものの、あ、しまった、超音声じゃダメなんだよね。そうですね、コマンド E で、あ、入力モード、あ、非入力モード、あ、そうですね、それでコマンド E、コマンドというのは、スペースとエンターキーの間にあるキーをコマンドキーと、コマンド E ですね。変換オフにして、あ、変換のオンオフは、うん、その真ん中のコマンドキーとスペースキーです。右側変換オフ、これで、京派、スペース、東京の京、ひらななは違いますね。あら、今月の今、今日曜日の日、ひらななは、なるほど。でこれはエンターで買って、はい、そうです。なるほど、あなるほどね。で普通に点字の今までの点字の、編集もできます。点字編集ってアプリというか、あ、まあ、プログラムがあるんですね。はい、まあ、それぞれがアプリというかプログラムになっていて、それを、まあ、起動しているときはオートタブとかを使ってフォーカスを切り替えて使うとか、うん、そんな、まあ、とっても Windows ライクにはなってます。なるほど、まあ、じゃあアプリ間のデータのコピーとかもできた。そうですね。あ、すごいすごいすごい。これ VGA の出力なのかしら、はい、左にあります、ね、これは何が、表示できるんですか、つなぐと、メニューとかも、一般の文字、積み字で、うん、液晶に表示します。あ、なるほど。そうするとじゃあ例えばその、実際に何が、ここに出てるのかを確認しながら指導するみたいな、そういう用途ですね。そうですね、そういうのに使えると思います。あ、で、PC との接続は、USB と Bluetooth かしら。ですね、Bluetooth は将来的にはつくんですけど、だからハードウェア的には入ってますけども、はい、ファーストバージョンでは Bluetooth の接続はちょっとサポートできていません。あ、なるほど。まあ、ファームのアップデートで対応できるようにはしています。なるほど、なるほど、はい。あとはじゃあ新機能としては、デイジーとかそういう、そうですね、デイジーとオーディオの再生、うん、とあとは内蔵マイクを使った録音、ボイスレコーダーか。あー、なるほど。確かにこれだけあれば、まあ、大体のことができるっていう感じにはなるんですね。なるほど、なるほど。でもこれぐらいの大きさだったらまあなんかいいですね、うん、これより大きくなっちゃうとちょっとこのまっすぐだと厳しいかもしれないけど、うん、今までこうブレールメモを普通に使ってきた人だったら比較的馴染みやすいような、操作体系ですか。そうですかね。ただ、キーが増えてるな、ね、キーも増えてるし、あと若干でかなり操作体系は実は変わっていて、あ、なるほど、海外製のノートテイカーに似てる感じ。海外製のスペースキーとなんとかですけども、はいはい、日本の、ね、展示ユーザーには乾点字ユーザーっていうのが何人もいらっしゃるので、スペースキーをそういう用途にちょっと使うわけにいかなかったので、実はそれでそのスペースとエンターの真ん中にコマンドキーというのをつけて、あ、そこに点字コマンド、ドットコマンドを割り振った格好にしました。なるほど。
だコマンド14が上下とか、コマンド25がエンターとか、あーそういうことか、コマンドと36が左右の矢印とかにしてますね。なるほど。ちなみにですけど、はい、まあ、電源を入れてからブートするまでにどのくらいの時間がかかるのかなってちょっと興味があったんですけど、いい質問ですね。でもちょっと時間かかるんですよ。本当にそう、あの電源を入れてからだと、うんうん、まあ、30秒ぐらいかかると思ってください。ただ、はい、なるべくスリープモードが使えるように、はい、していこうか、使ってもらえるような、スリープモードで使ってもらうような格好にしていきたいなと思って、うん、スリープから上がってくるの早いんですよね。ああ、そうなんですか。BM スマートをスリープします。これ今落としたんですけど、ファイル SDMEMORYN マイドキュメ、今止まりました、ね、止まりましたね。これで、はい、BM スマート準備完了。まあ、これぐらいで上がっては来るんです、ね、早い早い。下手したらブレーメンポケットより早いぐらいじゃないですか。ただまあ完全に落としちゃうとやっぱりかかります、うん、まあでもそうでしょうね、多分ね、うん、でもそれでもね、ていうかまあ完全に落とすことって多分あんまりないと思うんで、実質的に考えるとこういうコード手のシステムって、うん、そうです、ね、うん、まあうっかりね電池が切れたとかね、そういうことはあるかもしれないけどね、うん、なるほど、わかりました、はい、これの他になんかあの今年あの、目玉的な展示物ってのは。そうですね、今年はもうこれしかないような感じではあるんですけども、なんか、どうしようかな。さっきちょっと、はい、モックアップを、あ、そうそう、見せていただいて、それの話をぜひできるのかな。モックアップは今ないですけど、今ない、これの40マス版というのが、はい、2月、2月かな、2月、もうちょっとかかるかもしれないですけど、はい、少なくとも来年には40マス版というのが出る予定で、はい、基本的に大きく中身はこれとは変わりません、まあ、はい、まあ、Bluetooth とかもできるようになって、うん、まあ、ただ点字プリンターへ直接出力するという機能は、シリアルポートがつくので、できるだろうと思います。そこでそのブレールメモスマート40というので、まあ、40マスにしては実は結構ちっちゃいと思うので、うん、そういうな印象でしたね、はい、30センチを切るので、うん、これ実はあのモックアップがあったら測ろうと思ってメジャーまで持ってきたんですけど、はい、じゃあでもまあいいです、いいです。皆さん、あの40のモックアップあります。すいません、はい、まあ、こういうものがタイトル、メニューインド、あ、すいません、すいません、テキスト編集メニュー、1ファイル F、サブメニュー、ちょいと失礼して、はいはい、実測で本当だ、29センチ強ですね、横幅ね、はいはい、30は切ってますね、確実にね。だいたい今の40マスのディスプレイの横の長さって30センチとか、ちょっと30超えるぐらいですよね、うん、そうですね、あったんで、まあ、これは切ってくださいと。奥行きが12センチぐらい、うんうん、そうですね、奥行きはこいつと同じなんで、同じで厚さも多分同じ、まあ、そんなもんですね、確かにね、はい、厚さ的には2センチぐらいかな、2センチないね。ブレールメモポケットもブレールメモスマートの16もこれも厚さはね、そう変わらないはずなんですよね。そうですね、多分ね、2センチぐらいですね、だいたいね、まあでもこれ20、確か29センチぐらいですね、本当ね、はいはい、微妙なところです、これ30センチを切るということで、いや、これ素晴らしいじゃないですか、はい、まあ、あとは実際にできた来た時に重さがどれぐらいになるかがちょっと興味はありますね。そうですね、今のところまだそこまではあんまりはっきり分かってない状態ですよね、はい、ね、ちょっと重めですよね、これ、うん、これはちょっとずっしりしますね、うん、なるほど、分かりました。じゃあ、はい、来年の、春ぐらいまでにはこの40マスが出てきそうだと。そうですね、だからこの、うん、兄弟で、ね、そうですね、16と40で、うん、これから行こうかなと思ってます、はい、なるほど。確かにこれはでも、うん、40マスでこのサイズだったら持って歩きたい感じかもしれないからいいよね、うん、展示をバリバリ使う人たちにとって16マスっていうのはちょっと厳しいんだよね、きついんですかね、やっぱ。まあでも展示部なんだろう、完全に展示を扱うんだったら厳しいんですけど、うん、なんかこれテキストベースのものだったら、まあ、なんとなく諦めがつくかなと。そうで、ただこの間ね、僕ね、あのね、会計学の本みたいなの読んだ時に、あの決算書とか、はい、あのそういうのがさ、配置が全然分かんなかったんですよ、16マスだと。そうですよね、話にならないので、うん、やっぱりね、30マスは欲しいとか思っちゃうんですよね。まあ、32マスがきちっと表示できるディスプレイって欲しいですよね。そう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 、
32マスあって、まあ、かつステータス的に使えたりもすればね、うん、40マスってやっぱりいいサイズなんですよね。そうなんですよね、うん、だから32マスってあのブレールメモを出してはいたんですけども、はい、ありましたね、あのなんていうかそういうステータスが表示できないとか、うん、あのワードラップの関係上こうきちんと表示できて、まあ、32マスしかないから表示できてないっていうのがあったんで、うん、はい、まあ、32じゃちょっとダメなところもあるんじゃないってことで、まあ、じゃあ40にしようかって言ってるところもありますね。やっぱり40は使いやすいですよ ね、 あの他のものに接続したりした時もね、うん、でまあ、それより大きくなると多分大きくなるので、うん、それはそれで困るし、落としどころとしてはいいのかなと、うん、ギリギリこう持って歩いてもいいなって思うサイズな上にあの40マスもあれば満足っていう、ちょうどいい具合ですよね、そうですね、うん、なるほど、わかりました、はい、なんか他に宣伝したいこととかがあればぜひ。そうですね、ちょっとその、ね、ブレールメモスマートって、まあ、あの新しい状態になった感じで、まあ、これからどうなっていくのかなというところはいろいろありますけども、あの、まあ、あの40 と、この16、皆さんに可愛がってもらえればなと思ってます。はい、ありがとうございます、はい、ところで BM ユーティリティのアップデートっていうのはそのうちあるんでしょうか。これからあそうですかやる予定です。あのこのスマートに対応してもいかなきゃいけないところもあるんで、あ、まあ、そうですよね、うん、そうですね、それ Windows 8の問題とかもいろいろあるとは思ってますので、非常にあの頼っているのですいません、はい、よろしくお願いします。本当にごめんなさい。、はい、KGS の坂本さんでした。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、サイトワールド2013でのテクノツール株式会社の大金さん、そして KGS 株式会社の坂本さんへのインタビューの模様をお聞きいただきました。それではサイトワールド2013特集、次回もどうぞお楽しみに。さよなら。このポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback@axel.net feedback@axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。